はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、アセットコルサコンペティツォーネレースの舞台なんですけど、ハンガロリンクですね。で、使用する車がアウディの R8LMS となっております。で、ハンガロリンクでのね、レースなんですけど、ちゃんとね、しっかりとあの前の車にくっついた状態でね、コーナーが曲がっていけるんであれば、そんなにね、レースは難しくないのかなってところだと思います。まあ、なんでかって言ったらね、そのストレート区間が短いので、まあしっかりとね、立ち上がりで、まあ、相手のケツにね、食らいついておく必要があるっていうところなんですよね。で、だからやっちゃいけないのはね、進入でケツを突っつくって行為、これが一番ね、やりがちなんですけどね。あとはね、ターン中にね、ちょっと踏みすぎたりとかして、まあ前のね、車にやっぱ追突するとか、そういうことをやるとね、車のダメージもまあいってしまったりとか、あとはね、そのパッシングポイントとなるね、ターンの、まあコーナーの進入でね、しっかりとね、イン側に飛び止めなかったりしますんでね、減速しちゃって。はい、ってことでね、今回の雑談ですってことで、また例のごとくね、F1 の雑談なんですけど、まあ今度はね、ヨーロッパラウンドの開幕戦とも言われるスペイングランプリでしたね。で、予選の結果はね、まあ上位からハミルトン、フェルスタッペン、ボッタス、ルクレール、オコン、サインツ、リカルド、ペレス、ノリス、アロンソ、これがトップ10ですよね。で、11位からはストロール、ガスリー、ベッテル、ジョビナッティ、ラッセル、で、角田、ライコネン、シューマッハ、ラフティ、マゼピン、こんな感じです。まあ下の方からね、気になった、まあところで行こうと思うんですけど、今回ね、ハース、シューマッハちょっと頑張りましたよね。ウィリアムズ、まあ1台前に出ましたね、ラティフィーので、マゼピンからもね、コンマ7ぐらい早いのかな。なのでシューマッハのがやっぱりね、あの難しいっていう車をね、乗りこなし出してるのかなと、まあそういう感じです。まあ一発のペースですね。で、ちょっとやらかしたのが角田選手ですよね。まあ予選1000分の7秒足らずにね、Q1 敗退だったんですけど、まあその Q1 敗退をやらかしたっていうよりも、その後ですよね、やっぱりインタビューはいただけなかったのかなと思います。たった4戦しかやってないルーキーがね、結局車のせいにしちゃいけないですよ。そのガスリーとのね、あれが違うんだとか言ってるけど、いやいや、そこまでまだ乗りこなしてないんじゃないのと俺は思います。まあフィードバックが違う、まあ俺もね、そんなね、高度な車でね、レースをやってるわけではないのでよくは分かんないんですけど、まあ何も知らないズブの素人からのね、意見で言うと、まだね、たったとりあえず4戦目ですよ。それでその予選がうまくいかないからってね、その車のせいにしたりとかしてね、ああいうことは言うべきもんじゃないなと。で、結局のところね、周りの反応がね、やたらめったら騒ぎ立ってた感じなので、慌ててね、とりあえず次の日の朝に、まあ、謝罪のね、コメント発表してましたけど、いや結局のところね、やっぱりだからたった4戦しかやってないやつがね、何を言ってんだってことですよね。多分その周りがあんだけ騒ぎ立ってたっていうのは、まあ俺もそうだと思いますよ。やっぱりまあガスリーの車の違いがもしあるとしたら、結局のところね、エミリアロマーニャグランプリで結構ハードなクラッシュやってるんでね、それでモノコックにダメージがあるのかもしれないってことですよね。でもそのね、スピンしてクラッシュした原因を作ったのはね、自分のプッシュしすぎなわけであって、で、なおかつね、あのクラッシュからね、全てはね、本当に歯車が狂い出してますよね。そんなね、すぐ結果を求めようとしないで、もうちょっとね、地に足つけてね、しっかりと一つずつレースをやってってほしいかなと個人的には思いますね。まあ最初のね、開幕戦ができすぎだったっていうのもあるんですよね、だけど、まあまだまだたった4戦ですから。ただね、チーム批判、まあ本人はね、車に対して言ってたんだっていうけど、まあそれも同じですよね。そういうチームとかね、車のせいにしてたらね、まだまだそんなね、ルーシーが何言ってんだって言われてもしょうがないと思います。はい、まあこの話題はね、ここまででいいでしょう。で、その Q2 組ですね。 Q2 組、まあここでやっぱり言うと苦労してるなっていうのはアストンマーチンですよね。ストロール11位のベッテル13位、去年から比べるとやっぱりね、勢いがないかなって感じですよね。去年のレーシングポイントの時からのずっと、
だから結局のところね、まだ車に関してね適切なアップデートが入ってないんでしょう。メルセデスはね同じローレー機ながらちゃんとね戦闘力上げてきてると思うので、まだまだそこら辺はねうまく噛み合えばまだスピード上がるんだろうけどってところだと思います。でここでびっくりしたのはねラッセルですよね。15位まで来てます。まあそんなに速くないであろうウィリアムズをねしっかりとねその一発のためにも出してくるってあたりはさすがなんじゃないのかなと思います。これはまあね去年から続いてることですよね。その結構 Q2 行ってましたからね。ただいかんせんレースペースがって感じだと思うんですけど、であとガスリアルファタウリ結構苦戦してんのかなって感じですね。その確かにね開幕戦のあたりはね、まあ、周りに対して結構いい車なんじゃねって感じだったイメージなんですけど、周りのアップデートがね思いのほかいいって感じなんでしょうね。でここ Q1 組なんですけど、あ Q3 組か、ここでやっぱり俺の中でびっくりしたのはフェラーリです。フェラーリとアルピーヌ、その結局のところねポルトガル特殊な環境だったんで、そこで特殊な環境で速さを出してたんじゃねって思っていたフェラーリとアルピーヌ、しっかりとねこのスペイングランプリ、まあ、カタロニアサーキットでね Q3 進出ってことは、前回のグランプリのね実力が、まあ、本物だったっていう証明になりましたよね。でしっかりとねオコンが5番手にまた入ってますよね。でルクレール、ここはねまたその4番手入ってますね。そのレッドブル、ペレスやっぱり苦労してますね。まだフェルスタッピンに対してねコンマ9の遅れ、結局のところねこれっていうと、まあ、アルボンとかねガスリーがレッドブルにいた時と変わんねえぐらいのタイム差なんでね、やっぱりまだまだ一発のねまとめっていうのはねペレスにしてみれば厳しいのかなってところですよね。で今回はまあ意外だったのがノリスですよね。プラクティスではね結構なタイム刻んでたんですけど、まあ、予選本番ではねその、まあ、マゼピンに邪魔されたのが痛いって言ってたけど、今回9番手でした。でリカルドがねとりあえずノリスを、ノリスをね上回って7番手、まあここはねいい感じだったと思います。まだやっぱり一発となるとノリスに対して厳しいのかなと思ったんですけど、まあ、Q1 ではコンマ2ぐらい離されてますけど、 Q2 ではね、まあ、100分の2ぐらいだったんでほぼほぼ同じです。で Q3 に関してはねコンマ4うまくまとめたかなって感じですよね。まあ、ノリスの Q3 はねベストだった Q2 からコンマ3ぐらい遅くなってるんでね、まあ、本当に失敗したんでしょう。でやっぱりねハミルトンギリギリポール取りましたよね。まあハミルトンがねこれで100回目のポールポジションだったんですけど、まあ去年みたいなね楽勝の予選っていうよりもこういうギリギリの中で勝ってる方が多分本人のね満足度は高いんでしょうね。でボッタスはまあそこまで遅れてなくて、ハミルトンからねコンマ1ちょっと遅れで、ちょうどフェルスタッピンからもコンマ1ぐらいの遅れ、まあまあうまくまとめたかなってところですよね。でまあ決勝の話なんですけど、スタートでね一気にフェルスタッペンが前に出てきましたよね。でハミルトンはそんな防御してなかったんですけど、まあねその後々のねインタビューで出てきたのは、まあ、レースはマラソンなんでねそんなにね最初からガツガツ行かなくてもいいでしょうなんていう感じだったみたいなんですけど、でも実際そんな感じでしたよね。あのレースペース間違いなくね多分クリーンエアだったらハミルトンの方が速かったですよね。でハミルトンがやっぱすごいなと思うのはそのタイヤのケア能力ですよね。あのフェルスタッペンのね1秒以内とかぴったりくっつけてるのに、フェルスタッペンと同じような感じでタイヤがね摩耗してってたっていうか、常にねくっつき続けてたんでね、普通あの状況で普通のドライバーだったらタイヤがね早々に壊れたりとかして、まあ、オーバーヒートになったりとかして結局ねズルズルとね落ちていくっていうのがオチだったと思うんですよ。でだいたいこう2秒ぐらいのじゃあ差がつけてねついていこうかみたいな感じだったと思うんですけど、もうだいたい DRS 圏内とかほぼほぼ1秒ぐらいにくっつけてましたもんね。あれはすごいと思います本当に。まあボッタスもねそれができればまだ違った結果が出てくるんだろうけど、
まあとりあえずね、序盤ではルクレールにね前行かれてしまったんで、まあそれで厳しかった面がありますよね。でペレスはね、こう意外とちゃんとね上がってきてましたよね。まあそれがねガスリーとアルボンとの違いかなってところですよね。しっかりと順位をレースでは上げていくってところがね、まあちゃんとねそれなりの仕事を果たしてるのかなって思います。まあでもまだそれなりですよね、まだそれなり、10戦目ぐらいまでにはね乗りこなしてほしいかなって思いますけどね。じゃないとコンストラクターズ争いはね厳しくなってくるのかなって思います。でまあ最初の山場となった、まあそのセーフティーカーとかはねまた別にしときましょう。で最初の山場となったのは多分1回目のピットストップですよね。ボッタスがね先に動いたんですよ。まあボッタスとしてはあのペースが上がってないところでルクレールがねそのままタイヤ交換を引っ張りそうな雰囲気があったんでアンダーカットを狙いに行ったんでしょうね。でメルセデスもだからボッタスから入れてった感じで、でそこでね次ハミルトンが入るのかなって思ってたところで急にねフェルスタッペンが飛び込みましたよね。多分フェルスタッペンも同じこと考えてたと思うんですよね。先に動かれてあのアンダーカットされるのだけは嫌だみたいな感じだったと思うんですよ。まあその連絡のねあの不備があったみたいでタイヤが用意されてなくて、まあ4秒ちょっとかかってしまって、まあ2秒ぐらい損してますけど、まあそれでもねしっかりとそのハミルトンに対しての防御はできた感じでしたよね。でハミルトンもねちょっとじゃあ伸ばしていこうかみたいな感じでね、その後ねあのタイヤがやられてるのかと思いきや自己ベストをね刻み出したんですよね。だからそこがすごいですよね。1秒ぐらいにつけてた割にはまだまだペース上げれたってことですから、そのフェルスタッペンがピットインする直前の、ペースよりもね。だからその時点でね、あ今回のフェルスタッペン厳しいのかななんて思ってたんですよね。でハミルトンがちょっと遅らせて、まあ、最初のピットインにして、まあちゃんとねそこはねアンダーカットされずに1位を死守できましたけど、まあ案の定ねまたすぐあのハミルトンがね真後ろにぴったりくっつく展開ですよ。まあやっぱりハミルトンのペースがいいんだなって、まあね何週か分か新しいタイヤつけてるんで、まあその分ペースが出るっていうのもあるんだろうけど、まあそれ以上のペース差がやっぱありましたよね。という間に後ろにくっつけました。ですぐさまねまたその中盤から後半に差し掛かるところでハミルトンがね突然ピットインで、まあ2回目のタイヤ交換ですよね。そうだからまあフジテレビの放送でも言ってましたけどね、2年前のデジャブみたいな感じで、だけどねハミルトンじゃなくてそのフェルスタッペンがなんでカバー行かなかったんだって言ったら、結局のところねミディアムタイヤがなかったらしいんですよね、レッドブルとしては。で残り20周以上ある段階でソフトタイヤに履き替えるのはあんまり得策じゃない。まあ理由としてはそのミディアムタイヤでもねもうちょっと持つだろうなんて言われてたら全然持たない展開だったんですよね。だからソフトタイヤもまあその20周以上は持つなんていう情報があったけど、まあそれだとねゴールまで行くの厳しいんじゃねっていうことで、結局レッドブルとしては動けず、まあその瞬間ねもうフェルスタッペンはあ今日負けたなって思ったらしいですけど、でまあ蓋を開けてみればねいつものなんか定位置って感じでしたよね。いつもと、まあそうハミルトントップの2位フェルスタッペンで3位ボッタス、大体本当ね去年からこのメンバー、一昨年もこのメンバー結構あったけど、その2位と3位が違かったりするだけですよね。だからやっぱりねすごいなって思うのはね、そのメルセデスのね先読みの凄さっていうか、そのちゃんとねミディアムタイヤを1個用意も残しておいたっていうのがね、大体のチームはワンストップの方向で行ってたんですよ。だけどメルセデスとしてはね去年のデータもあったんで、まあそれでね一応保険としてミディアム1個残しとこうみたいな感じだったらしいんですよね。そしたらね見事にそれが的中って感じで、だからそういうとこの違いかなって感じですよね。総合力ですよね、そのチーム、車、ドライバー、そこがメルセデスはねやっぱりすごいなって思います。で対してレッドブルはねちょっと勝ち方忘れたのかなって感じですよね。フェルスタッペンは速い、車もねまあそこそこ、メルセデスに近いものはあるのかもしれない。だけどまだメルセデスにね一歩及んでない感じですよね。
開幕戦の段階では間違いなくメルセデスが早かったんですよ。だけどね、そこでメルセデスがやっぱ動きましたよね。すぐもう第2戦の段階では、まあ、同等の車にして、第3戦ぐらいではもうめくれてましたよね。で第4戦に至ってはね、また一歩遅れてますよね、レッドブルが。まあ、レッドブルもね、後々巻き返しの強いチームなんで、巻き返せてばいいんですけど、ただこのままねハミルトン無双が続くと、どん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 ポイント差が開いていくのでね、最低限本当に2位はキープしとかないと後半の巻き返しが厳しそうですよね。まあこんな感じの流れでしたけど、あとはボッタスですよね。まあ俺のレースをしていたんだって言うけど、もうちょっとねハミルトンにスマートに譲った方が良かったんじゃないのって思います。ハミルトンは気にしてないよって言ってましたけど、ルクレールに対してね、あんだけのタイム差あったらね、もうちょっとね簡単に譲ってやっても良かったんじゃないのって思います。まあボッタスのプライドなんでしょうね、やっぱり最後のそこが。そうペレスなんかはね、ハミルトンペレスタッペンに対してもうスッと譲ってましたからね、あのぐらいの譲りでも良かったと思います、ボッタスの。でまあ中段はね、中段でまあいろいろ言いたいことあるんですけど、もう残り時間が少ないんでね、たった一つだけじゃあ言っときますと、ガスリーはねなんだかんだでやっぱりしっかりとポイント持ち帰るってところがねさすがだなと思いました。 Q2 落ちでね、車としてはそんなに速くなったとしても、でなおかつねあのポカをやらかしてね、ペナルティー 5秒もらってたとしても、しっかりとねポイントを持ち帰る、ここがやっぱりね、評価にはつながると思います。本当にまああのミスは本当にいただけないとは思うんですけど、まあ、しっかりとポイントフィニッシュするっていうことはね、まあ、評価ですよね。やっぱりちゃんとね記録として1ポイントって残るんで、本当にねオコン次第じゃ、アルピーヌにもいけんじゃねえのって思います。まあ、オコンが調子よければね、アロンソとの契約を切ってダブルフランス人っていうのもね多分ありなんだろうけどね、あんまり仲良くないみたいですけど、もともと親友だなんて言っててもレーシングポイントと、それこそねトロロッソの時にバチバチにやり合って仲がね崩れたみたいな感じの関係ですよね確か。はい、まあそんな感じのねスペイングランプリでしたけど、次はモナコグランプリですね、2週間後、これがまた楽しみですね。まあでもね出張の時期とねまた絡むので、雑談配信はね出張から帰ってきたみたいな感じの時だと思うんですけどね。ってことで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。